神戸マスタープレゼンツ庄司サトルドライブショー、庄司です。浅井です。キャリーです。久しぶりですね。なんかね、久しぶりですね。はい、はい、北海道から帰ってきて、うん、一発目の、まあ、収録ということでありまして、そうですね、北海道も元気になりますように。そうですね、祈っております。はい、さてそれでは今日私たちはどこにいるんでしょうか。姫路にやってきておりまして、神戸マスター姫路店でございます。綺麗なお店でございます ね、うん、ねえ、はい、それじゃあ早速、はい、中行きますか。はい、それではいざ。ねえ、やっぱり綺麗ですね。綺麗ですね。すいません、いきなり、はい、申し訳ありません。はい、それでは自己紹介を軽くお願いいたします。神戸松田姫路店の店長をさせていただいています、伊藤と申します。伊藤さんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お忙しいところ今日はありがとうございます。いえいえ、とんでもございません。よろしくお願いいたします。さて今日はいろいろとですね、はい、お店のお話だったり、そしてちょっと試乗なんかもお願いしたいなと、はい、あ、よろしくお願いします。はい、いるんですけども、はい、今日は店長がいろいろ案内していただけるんでしょうか。はい、今日はですね、はい、うちの営業の林というものがおりますので、はい、そのものがちょっと紹介をさせていただきます。はい、わかりました。はい、それでは、はい、すいませんが林さんを呼んでいただいてもよろしいでしょうか。ちょっと待ってもらっていいですか。はい、わかりました。はい、林君来てもらえるかな。こういう感じなんです。あ、来ましたね。どうも、はい、どうぞどうぞどうぞ。あ、それでは、はい、失礼します。ここは入っていただきましょうかね。はい、はい、それでは自己紹介をよろしくお願いいたします。神戸松田姫路店の林と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日は店長は林さんにということでありますが、今日は一日よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、それでは日頃お世話になっている店長に一言何かあれば。どうもありがとうございました。過去にいろいろ僕ら何店舗かお邪魔してるんですけども、はい、動画とかご覧になったことはあるでしょうか。そうですね、はい、私の同期が出演しておりましたので。何店ですか。宝塚店の浦富。そうですか。はい、あの人浦富さんはたまたま眼鏡だった浦富さんでしょうか。あ、そうですね。そうですね。あ、同期ということで、これはまた浦富さんが楽しみにこの回を見るんじゃないかな。よろしくお願いします、ね。よろしくお願いします。さて、それではですね、本当に広い空間で、こちらからロードスターにデミオにアクセラにエイトという感じで車が並んでおりますが、やはりかなり外観からしたの広くなったっていう印象ですよね。そうですね。宝塚店と同様に面積、敷地も広くなったっていう感じですかね。そうですね、面積もそうですね、まあ、1.5 倍以上ぐらいには。なるほどね。まあ、お客さんも非常になんか大きくなってより入りやすくなった、そんな感じがありますが、何よりもやはりこの高級感漂う新店舗、はい、いつから新しくなったんですかね。そうですね、昨年の12月の17日、はい、オープンになっております。ね、車も外からも見やすくなりましたね。そうです ね、 ね、そして1階中に入りますとですね、またさらなる空間が広がっておりまして、はい、とてもラグジュアリーな空間があるんですが、こちらはどういったところになりますか。あ、こちらはオーナーズラウンジと申しまして、はい、お客様、整備でご入庫いただいたお客様にお待ちいただくスペースになってますね。なるほど。若干こう照明のトーンなんかも少し落とし目で、落ち着いてくつろいでいただけるように。そうですね、待ち時間も苦にならないというか、逆にリラックスしていただけるような空間ですね。そうですね。さてそれではですね、今日はこれからいろいろ試乗させていただきたいと思っているんですが、はい、今日選んでいただいた車は何でしょうか。デミオのクロス D、ミストマルーンというお車ですね。これは特別仕様のやつですね。はい、そうです。デミオが新しくなりましたということで、今日はですね、最新のデミオ試乗させていただきたいと思いますので、それではよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。車はこちらの方ですか。そうですね、こちらですね。あ、あったった。こちらですか。こちらです。なるほど、ミストマルーンという特別使用車でありますが、はい、それではまあ新しくなったということで、はい、外観特徴的な変化というのはどこになりますかね。そうですね、こちらの、まあ、ディーゼルエンジンの車に関してはホイールが高輝度のダークっていう、少し深みのある塗装がされてますね。なるほどね。こちらがまた新しく、よりなんかそうですね、コンパクトカーであるけども高級感が増したという、そんな感じですかね。そしてじゃあもう中行っちゃいますか。ぜひぜひ。はい、それではどうしましょう。
開けていただいてよろしいでしょうか。よし、ここを開けたらいいんですかね。はあ、はあ、では新しくなったポイントなどを説明していただけると嬉しいのですが。そうですね、シートがまず特徴的ですか、これ。そうですね、このミストマルーンの、一番の特徴になるんですけれども、グランリュクスというちょっとバックスキンのような合皮ですねを使ってまして、色味はこちらのディープレッドという濃い赤色、ディープレッド、そうですね、はい、ちょっと茶色っぽく見えますけど、ブルーグレーというかちょっと青色のスティッチが入ってますね。はい、では、広くなった感じが勝手にしてるのは気のせいでしょうか。こちらの部分ですね、はい、縫い目から縫い目までこちらの部分にステアリングヒーターを搭載しております。ステアリングヒーター、はい、こちらに関してはデミオでは唯一この特別使用者のみの設定。あ、なるほどなるほど、はい、通常グレードでも、ツーリングというクラス以上のお車に関してはフロントガラス、あとはこちらのサイドですね、はい、こちらのガラスに、IR カットほうが入ったスーパー UV カットガラスというガラスが、搭載されてます。はい、これは紫外線を防ぐやつ。そうですね、紫外線はフロントで100%ほうで、サイドで 99% カットになるんですけ ど、 なるほど、そこからさらに IR、赤外線のカットが追加されてますので、それが IR ってやつ。そうですね、はあはあ、夏場運転されててもこうガラスから来るこうジリジリとした暑さがなくなるっていうところですかね。はいはいはい、なるほど。なんかふと思うとこれまた女性に優しい車とも言えるかもしれないですね。そうですね、当店の方でも女性の方見ていただいてご購入いただける方かなりいらっしゃいます、はい、そうですか。これ座ってわかるこの質の高さというか、ここのパートはなんて呼んだらいいんでしょうか。こちらにもこの、そうですね、同じような材質のものが、あとはドアトリムなんかにも同じ。ドアトリムですね、はい、ドア、あ、こちらもそうだ。あ、これは良いです、これは良いです。なるほど、はは。さて、それでは実際に走りたいなと思うところでありますが、はい、試乗しても大丈夫でしょうか。はい、ぜひよろしくお願いいたします。それではよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。